今回はレコメンダーシステムとしてユーザーベース強調フィルタリングの解説をします。それではレコメンダーシステムとは何でしょうか Amazon がいい例かと思います。おすすめ商品を見るとあなたが購買に興味を持っているかもしれないという商品をレコメンドします。これまでに評価をした商品や購入した商品などに基づいて レコメンドシステムができています。この商品を買った方は、この商品も買っています。といったように、似たものや興味を持ちそうなものを見せています。また、別の例として、ネットフリックスがあります。ネットフリックスは、過去に見た映画や、過去に高評価を与えた映画の中から、おすすめの映画をレコメンドします。ネットフリックスを使っているうちに、 好みのジャンルの映画が表示されるようになるかと思います。ここでのポイントは以前は知らなかったものを発見するときの助けになるということです。それは映画、本、音楽なんであろうと以前に聞いたことのない人にとって新たな発見の機会になります。この技術は現在の社会において大変重要な役割を担っています。このような レコメンダーシステムを作るための一つの方法がユーザーベース協調フィルタリングです。ユーザーベース協調フィルタリングにおいては各ユーザーが購入した、閲覧した、評価したもののマトリックスを構築します。そしてユーザー間の類似スコアを計算します。これによりあるユーザーに似ているユーザーを見つけます。そして そのユーザーが購入した、閲覧した、評価したもので、まだしていないものをお勧めします。それではユーザーベース協調フィルタリングを図を使ってわかりやすく解説したいと思います。あるユーザーがスター・ウォーズの第1作と第2作を見ていたとします。そして他のユーザーがスター・ウォーズの 1> 第1作を見たとします。そして、この女の子のユーザーは、第1作、第2作ともに星5の評価を与えているものとします。そして、この模カンのユーザーも星5を第1作に与えています。このような場合、この女の子のユーザーと、この男の子のユーザーの類似性が高そうですね。このようなケースでは、この男の子のユーザーに、 スターウォーズの第2作をレコメンドします。このようにユーザー同士の類似性をベースにレコメンドを行うのがユーザーベース協調フィルタリングです。しかしながらユーザーベース協調フィルタリングには限界があり問題点があります。一つの問題点はユーザーは気まぐれで好みが変化することです。スターウォーズが好きだった彼女も ラブコメが好きになるかもしれません。その場合、モヒカンの彼にラブコメをレコメンドしてしまうかもしれません。次の問題は商品よりもユーザーの数の方が多いことです。これによりユーザーの数だけ類似度を計算することになるので計算量が膨大になってしまいます。また、ユーザーは間違った行動をするという問題点もあります。 ユーザーは単純なミスをすることもありますし、経済的な見返りをもとに評価を行うこともあります。このようにユーザーベース協調フィルタリングはユーザー同士の類似性に注目するシンプルなコンセプトです。しかしながらこれには様々な問題点があります。次のレクチャーではアイテムベース協調フィルタリングの解説を行います。